ですね、ドラムソロをどのような形で形作るのかっていうことについて、ご紹介したいと思います。前回もですね、まあ、つまらないグレーゾーンと言われる一番こう人がつまらないと思うプレイ、ここを避けるべきですよっていうことをご紹介しました。結構これがですね、好評でして、まあ、確かに皆さんそういったことを思っていらっしゃるのかなっていう風に、感じました。やはり、まあ、全然こうドラムに触ったこともない音楽の知識とか、まあ、そんなに全然触れたこともないっていう方にこう一見ですね、こうドラムをこうプレイできるんだよっていうことを示した場合にはですね、それは非常に効果的だと思うんですが、まあ、少しでもですね、こう通と言いますか、こうライブコンサートに何度も通っている、音楽をやっているっていう方に対してこうあまりにも平均的なこうプレイをやっていてもこう全然面白みを感じないし、まあそれが実際ですね、まあ何万人というギャラリーを熱狂させるかどうかっていうと、これは話がまた別になってきます。で、まあ趣味だろうが、プロでやっていようが、ここはですね、変わらずより高みを目指してですね、うまくなろうと人間なら誰しもすると思うので、ここをですね、ぜひ目指してやってみてください。で、今回、まあ、それに付随するんですけども、この、まあ、ソロに限らず、このプレイをですね、こう、形作る。こう全体的に、こう、客観的に見たときに、こう、自分のプレイが一体どのようなシェイプで、形で流れているのか。まあ、ここをですね、この形をですね、何個か紹介してみようと思います。例えば、こう、山形の形といいますか、グルーブだけの感じ。こう特別なソロをしなくても、例えば、こういったものがですね、ベーシックで基本にあるとします。で、これをどのように形作るのか。例えば、今のが山形の、オーソドックスな形だとすると、ここに凹みをつけて、こう凹凸型にする。まあ、そうなってくると、例えば今のグルーガーは、みたいな、感じですね。こう、山の感じ。ここをですね、作り出すっていう。まあ、こういったパターンも二つ目ありますね。まあ、これの典型的なパターンとして、やはりこれもスタンダードになるんですけども、グルーブとフィルインをつけるという感じ。まあ、皆さんが普段から演奏しているような感じで、こう、グルーブ、フィル、グルーブ、フィルっていう、このパターンですね。これがおそらく、一番こう、デコボコしている、この形を作り出していると思います。とか、あとはですね、よりもう少しこう変化をつけたいという時は、こう、波、クレッシェンドに、山並みに、こう、右肩上がりで上がっていくパターンとか、例えば、
体を感じてこうどんどんこう盛り上がっていくみたいな、まあ、こういった形作りもできますよね。で、これはこうかなり上がりっぱなしで、非常に加減が難しいんですけども、いきなりこうガーンとなってしまうと、これよりもっと上げなきゃいけないみたいな、話になってくるので、まあ、これを山並みにこう下がるパターンもありますね。例えば、といった感じでこう上がっていってまた同じところに戻るみたいな、まあ、こういった形もあります。で、最後にはまあこの山並みでこう上がったり下がったりを繰り返すみたいな、まあ、本当こんな感じでですね、無数にこうやり方形作りっていうのはあるんですよね。で、まあ今ざっと極端にですね、まあ、5つほどご紹介したんですけども、まあ、本当、それぞれのスタイルだったりこうやり方によっては本当に面白いソロだったりプレイっていうのが、できると思うので、ぜひですね、この例えば、まあ、皆さんが普段から見ているこのプロフェッショナルドラマ、好きなドラマーがミュージシャンがいたらですね、この人たちのプレイがどんな形作りをしているのか、ここにですね、ぜひこう着目点を置いてまた見てみると非常にこう勉強になると思います。なのでぜひ皆さんもですね、こちら参考にしてやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。